ということで、皆さんこんばんは。毎週木曜日は、夜20時からお届けしておりますトライフープライブでございます。今晩はですね、大森勇、トライフープ岡山のことを、知ってくださっている皆様であれば、言わずとも知れた初年度、もう5年前6年前からですね、チーム創設の時から、一緒に戦っていっている仲間でございますけれどもね、大森選手自体は、なんと岡山県初のプロバスケットボール選手というところで、キャリア自体はですね、高松、まだ高松でしたね、その時は。今の香川ファイブアローズ、高松ファイブアローズでキャリアを始められて、その後は東京サンレブス、岩手ビッグブルーズなどを得まして、一度は引退したんですけれども、その後にトライフープ岡山が B リーグ参入というところで、昨年はですね、選手兼アシスタントコーチとして我々と戦っていただきました。20時10分頃より登場していただく予定でございます。今晩は髪の毛を下ろしていくスタイルのひるきけんじでございます。よろしくお願いいたします。コメントや質問の方などどしどしお寄せください。今晩のテーマがですね、現役コーチ陣や、プロリーグで戦っている、選手への質問大会というところでですね、皆様からの質問お待ちしております。すでにたくさんの、真っ当な質問からかなりえぐい質問まで、さまざまな、コメントや質問をいただいておりますので、皆さん後ほどお楽しみにです。B リーグの方はですね、あんまり大きな動きはなかったですかね。仙台から泉修学選手が埼玉ブロンコスへ移籍というところで、新生埼玉ブロンコスチームカラーも、ロゴも変わりましてですね、オーナーも変わって、どんなチームを作っていくのか、どんなクラブになっていくのかと、バスケットの、ディープなファンの方は密かに楽しみにしているんではないかな、なんといったところでございますけれども、はい、こんばんは、サラサラヘア。そうなんですよ、今日はサラサラヘアなんです。ちょっと最近はですね、髪の毛をバリッとセットするとあまりにもチンピラ感があるっていうところと、あとはですね、シンプルにバリバリしてると、ってなって、もう夜までこう気持ちが持たないというか、なんかもう整髪量が顔に垂れてくるんじゃないかとか、今のご時世というかですね、今夏ですからね、汗とかダラダラかいてきちゃって、もう顔に垂れてくるんじゃないかっていう、すごい心配があって、心配というか煩わしいんですよね。なんで最近はちょっとこういう感じで行こうかななんて思ってます。あと中途半端に伸びてるんで今日の髪型素敵。あ、そうですか、ありがとうございます。私はそんなに気に入ってはいないんですけれども、すごい怪しくないですか。なんか結婚詐欺とかしそうですよね。この宝石持てたらあなたはすごくお金持ちになりますよとか売りつけられそうな感じしますよねあとはですね、B リーグ関連で言えば、今、上陸許可が外国人のところが出てないっていうのがすごく話題になっておりますね。コロナウイルスの、感染拡大防止といったところを、懸念してというか、防止策の一つとして、外国から入国、日本へ入国してくる人間に対して、もうスポーツ選手に限らず、そうでなくてもなんですけれども、かなり厳しい、処置が今なされていると。で、日本まで飛んだはいいけれども、入国審査で、クリアできずに、国へ返されてしまうといった事例もかなり多くございまして、 B リーグ関係者はもう今パニックでございます。どうやったら外国人が入ってこれるんだというところで、例に漏れず、我々トライフープもかなり悪戦苦闘しているところなんですが、はい、といったところでですね、はい、20時10分からの登場で、まだ5分も喋らなければいけないといったところですね。はい、トライフープじゃないな、トライアウトのシーズンなので、我々のサテライトの選手とかも結構トライアウトに足ひげ通っていたりとかして、最近ですとトライアウトはどこがありましたかね。金沢、三軒、八王子なんかもありましたね。そういったところ。嘘でしょ、この時間でピンポンが鳴る。ちょっとお待ちくださいね、皆さん。放送事故もいいところ。はい。あ、はい、わかりました。
嘘でしょ嘘でしょ、そんなことある佐川急便って何たるタイミングでしょうかねめっちゃ笑ってるみんなはい、といったところでございます。先週ちょっとお休みしてしまったんですけれども、今週はまたよろしくお願いいたします。まあその間に、私の方はちょっとネットをにぎわしたりなんだったりとかっていうのがあるんですけど、サプライズゲストではないです宝石売りの話してたら宝石売られに来たみたいな、そういうことみんなすげえコメント書いてるいや僕が一番びっくりしました。ちょっと顔がパニックになりましたね。どうすんだよっていうね。しかも何なんでしょうかね。何か頼みましたっけ私ですね。まあちょっと代々木公園問題の話はすごく賛否両論あって、良き議論をさせていただいた方々も、たくさんいらっしゃいますけれども、お叱りをいただいたりなんていう言葉もいただきまして、それはそれで私はすごくなんて言うんでしょうかね、真摯に受け止めるというか、ある一定数の方はやっぱり非常に私の言っていることを、賛同しかねるというような意見でしたので、まあ日本だったりとか、まあ僕の、言ったことに対してなかなかそういう思いを持たれている方も多いんだなというふうには、受け止めました。まあ、ただ私自身はね、こういった人間ですので、みんな意見が違ってもいいんじゃないかっていうような人間なので、議論ができているうちは意見が違ってもいいんじゃないかななんていうふうに思ってはいましたけれども、まあ嫌な思いをされた方がいたら、それは不本意なので、そういった意図は全くございませんので、ご理解いただけたらすごく嬉しいですね。はい。遠巻きに見てた。まあ僕も遠巻きに見てようかなと思ったんですけれども、何かこうバスケット界にこう問題があったタイミングで、そこに対して自分の意見を発信するっていうのは別にそんなに悪いことじゃないのかなというふうには思うんですよね。まあやっぱり立場がとかって言って、まあ B リーグの選手がとか B リーグの GM がそんなこと言ってとかって言われたりもするんですけれども、それ、ですごくこう、じゃあ今リーグでいろんな自分の意見を発信したり SNS 頑張ったり、まあ YouTube やられてる子たちもいると思うんですけれども、議論になってるうちはいいと思うんですよ。でそこに異論とかを、言うのって、それはもう、みんな一緒な意見じゃなきゃいけないなんていうルールは一つもないですし、それはあってしかるべきだと思うんだけれども、そこを議論が出ちゃう、こう議論の範囲を出てしまうような、まあ、誹謗中傷みたいなことを受け止めれる選手だったり、そうじゃない選手がいると思うんです。僕は割と平気なんですけど、もう慣れっこなんで、もうこの人は議論を出てますねっていう、これは相手にするべきではないな、もうただの悪口だなっていうのとか、僕は結構簡単に受け止めれるし、そこでスパッと話が終わるんですよ。で、例えば異論だったとしても、僕と意見が同じじゃなかったとしても、それが、すごくちゃんと彼女がしっかりと考えた上で何かを言っているのであれば、それはリスペクトを持って意見をぶつけ合うっていうことは、それは悪いことではないのかななんていうふうには思います。で、何が言いたいかっていうと、やっぱり議論の範囲をこう守れないだったりとか、すごくそこの線引きっていうのを誤ってしまうと、僕みたいな人間はいいですけど、じゃあ今新しくリーグに入ってきた人間とか、新しく SNS だったりネット上で自分の今まで自分の意見を発信しなかった選手とかスタッフが意見を発信した時に、やっぱりその立場のことを言われたりとか、あとはその議論の線引きを守れなかったりすると、そういった選手たちはもう取るこうその次にじゃあ取る判断っていうのは、もうそんなこと言われるのであればとか、そんな風にじゃあクラブにクレームします、リーグにクレームしますっていうのであれば、もうそれはその選手たちの次に取る方法っていうのはもう発信しないことになるんですよね。で、おそらくですけれども、僕が思うに、誹謗中傷だったり、その議論の線引きを守れないファンの方々よりも、
選手たちが何を考えててどういう意見を持ってるのかっていうのを知りたい興味がある方の方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。だからすごくもったいないと思う、うん、だからまあ選手たちがまあ煽り体制をつけなきゃいけないとかっていうのはどうなんだろうな。それって真っ当な意見ではないかなとは思うんだよね。やっぱり誹謗中傷は別に有名人だろうが一般人だろうが受けて OK なんていうことはないわけで、うん、煽り体制があればもちろんね、もっとそういうのは相手にせずにどん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 意見を発信できるんだろうけれどもね、なんていうことをちょっと前回の件では考えてたりはしてました。私は、うん、決して自分のことを正当化するつもりもないし、かなりの数の方が嫌悪感を示されてたようには思うので、あれでまあ本来なんかあれで選手とかもっともっとこう自分の意見を選手だったり業界の人間だったりそれに携わる当事者だったりがもっともっとこう真っ当な意見をあの場でネット上でできたらもっと面白かったのかななんていうふうには思うんですけれどもね。はい、といったところで雑談、かなり道を逸れてしまいましたが本題に戻りましょう。はい、じゃあ昨年ですね、選手兼アシスタントコーチ岡山県初のプロバスケットボール選手の大森勇選手に登場していただきましょう。来ましたね。ただこちらの画面に出てないですね。反映されてないのかしら。ちょっとお待ちくださいね。あ、なるほど、これでいいのかな。普段はでもこっちに出るけど、まあいいや、このまま話を進めましょう。おそらく YouTube の方には問題なく映像が流れていることだろうと思います。大森勇さん、こんばんは。マイクがミュートになってます。マイクがミュートになってる。トライフープ岡山恒例の放送事故でございます。ちょっと待ってね。いいですね、この感じ。あ、やっぱりミュートになってるな。左下、あ、ミュート解除。ミュート解除したので、今、あ、やっとできました。あの今のは完全に、スタッフの手違いです、今のは。どうやって解除しよう、伝えれなかったです。すいません。はい。あ、久しぶりといった、コメントなども、来ています、ハッシュタグやらないわけにはいかんやろうとも早速コメントいただいてます、ね、あ、誰やバズってるっすね。はい、ということで、昨年、選手兼アシスタントコーチの大森勇さんですということで、お願いします。皆さんこんばんは。はい、コメントいただいておりますね。今日はですね、早速なんですけれども、大森さんと私の方から皆さんへ、重大発表があります。まあ、拍手なのかどうかわからない、まあ、ただ発表するだけなんですけども。じゃあ、イサムさんからいきましょうか。はい、じゃあ、僕からいきます。いきます。はい。まだ、リリースはチームから出てないんですけど、今シーズンは、選手を引退して、アシスタントコーチとして、今シーズンは、トライフボー岡山を、支えることとなりました。はい。はい、ということで、まあ、二度目の引退となりますけれども、岩手から、岩手を引退されて、岡山に戻ってきて、男気で選手復活、復帰し、
で、まあ、この度また、再引退をして、あ、そんなマグカップ初めて見た俺。何それ。これは実はですね、これはあの去年、はい、アンダー15の子たちが卒業記念で、うん、あのこういうのを作ってくれて。あ、作ってくれたんだ。はい、作ってくれて、あの全然あの非公式なんですけど、非売品です。非売品、特別。非売品、特別です。そうだよね、あのイサムが、アンダー15見てた時期があったもんね。そうです、僕はもう一昨年はメインで見てて、去年は、うん、まあ、あのトップチームだったんで、ちょっとサブっていう形で関わっていたんですけど、うんうんうん、なるほど。ちょっと後ほどそういったお話もしていきたいとは思います。はい、はい、で、私の方もですね、昨年、選手の方をやらせていただいていて、まあ、元康ヘッドコーチが辞任されたタイミングで私がヘッドコーチの方を、やらせていただいていたんですけれども、今見てくださっている方に本当は、こういうのはリリースが出る前にあの言っちゃいけないんだけれども、まあ、あのせっかくトライフープライブを、見てくださっている方のために、今シーズンも、ヘッドコーチとして、チームの一員として戦わせていただきます。まあ、まあ、大森、コーチと呼んでいいでしょうね。もう今さっき発表したので、まあ、大森コーチと、はい、まあ、私、まあ、2人ともまだ選手として、やれるかと言われればきっとまだやれるところはきっとあるんですけれども、それよりもこう僕らはあのトライフープ岡山、そのクラブに対しての思いがすごく僕ら2人とも強くて、あの今自分たちがクラブに対して一番こう力を及ぼせるところであったりとか、まあ、クラブを盛り上げれることっていうことを考えると、まあ、イサムもそうだし、僕もやっぱりこう選手をしっかりとこう成長させてあげられる、もしくは環境を整えてあげられるっていうことを僕らがあのフォーカスすることっていうのがすごく大事なんじゃないかなというところで、まあ、この夏いろいろと話し合って、そういった体制でいこうということになりました。はい、はい、じゃあちょっとイサムにも話を聞いていきたいんですけれども、あの、まあ、昨年1年間選手でやって、はい、そこの部分に関してこうやりきったっていう感じがあるのか、まあ、いろんな思いがあると思うんですよ。例えば選手によっては、まだできるけどコーチングの方がやりたいから引退される選手もいるし、まあ、僕の場合だったらクラブの仕事がやっぱりしたいから、クラブよりのことをやっぱり富山を辞めるときにかなり覚悟を持って、そういうことに取り組もうと決めましたし、イサムさんはどうでしょう、その辺は。そうですね、やっぱり、まあ、ケンさんもさっき言ってましたけど、やっぱり、まあ、選手でやれないかといえばまだまだ、まあ、やれるかなという自分の中ではありますけど、まあ、まあ、セカンドキャリアというか、やっぱりその選手というよりかはちょっとコーチングの方を勉強して、あのコーチとして今後はやっていきたいなという気持ちがすごい、大きくなってきてて、で、まあ、昨シーズンちょっとアクシデントで指揮を取ることもありましたし、ありましたね、2試合ほどありましたね。2試合ほど 1.25 ぐらいあったんですけど、はい、その時もね、やっぱり出てこう送り出した選手が活躍して勝てるっていう、こう、まあ、その選手とは違うこの喜びというかっていうのをすごい、まあ、感じた部分もあるので、プラスアルファその、まあ、一回引退して帰ってきた時に、そのさっきちょっと話に出ましたけど、アンダー15を見て、やっぱりその子たちも一生懸命もうこう試合で頑張る姿とかを見て本当に感動して、やっぱりコーチっていう仕事を、うん、やっぱり自分としてはやっていきたいかなという気持ちが、まあ、強かったので、もちろん1年目なのでプレーしたいという気持ちもあって、そこはちょっとまあわがままというか、選手としてこう、まあ、両方ですけどこうやらせてもらったという形で、まあ、今後はコーチでいけたらなという気持ちで、まあ、今回からは立場を変えて、うん、トライフープのために頑張っていこうかなという、うん、感じですね。はい、ということですけれども、選手兼コーチを去年やられてたんですけれども、
まあ、今年はもうチームが今始動しております。で練習も開始はしているんですけれども、まあ、コーチ、はい、のみの状態ですけれども、今そこの変化っていうのはあります？そうですね、やっぱりやってる方が楽ですねなんかやっぱりね、なんか違う疲れがすごいドッときてるなっていうのはあるんですけど、うん、自分で考えてやるのと、こう人にこううまいようにするの、やっぱりコーチって思ってる以上にこう難しいなとか、うん、自分が考え、僕らねスタッフで考えてるないことが起きたり、うん、こう狙ってることにならんかったりっていうのがあったりするんで、うんうん、意外とこう自分がこう動いてやってる方が、まあ爽快感もありますし結構ダイレクトに自分に跳ね返ってきますしね、プレイヤーをやってる時っていうのはこう、うまくいかんかったらちゃんと自分で受け止めれるけどなかなかこう疲れますね、思ってる以上はい、ここでコメントが一件来ています、はい、やってる方もしんどいわ、はい、このコメント、お名前がですね、前村雄大ですねいやもう本当今年はね、あの人のシュートを僕はもうね、上手になってほしくて、ひたすら終わってもシュートを打ってもらってますからね。かなり打ち込みさしてますね。そうですよ、本当に去年の倍、もう倍以上打ってると思いますよ、本当に。うん、うん、そうですね。はい、じゃあまあ先ほどもちょっとアンダー15の話とかも出たと思うんですけれども、今年もすでに、まあ、昨年からですけれども、プロの選手を教えている。で、まあ、岩手を一度引退された時には岡山に帰ってきてアンダー15であったりスクールであったりとか、そういったところを見ていたと思うんですけれども、子どもと大人、コーチをする違い、あとはどちらが好きかとか教えていただければ。そうですね、やっぱり、まあ、好き嫌いというか子どもの方がやっぱ難しいですね。おお、まあ、大人、まあ、今、うん、サテライトとか、まあ、トップとか、まあ、やっぱりもう、こう、今までこう、鍛えられてきて、うん、で、まあ、こう、まあ、やってやろうという気持ちの、まあ、もちろん子供がないわけじゃないんですけど、うん、やっぱり、こう、今の子供って結構、まあ、シャイだったり、こう、やっぱ心開くまで、こう、声が出んかったり、うんうんうん、こう、僕らが思って、なんていうか、僕らがこう思ってる、彼ら本気でやってるけど、なんか自分とこの、自分の本気とちょっとこう違ったり、うんうんうん、まあ、難しいところは子供の方が多いかなっていうのはありますね、なんか。子供の場合はそうですね、まあ大人であれば、まあ特にトライフープに今いるサテライト、もしくはトップで契約している選手たちで言うと、もうすでに、バスケットに対して覚悟を持ってる、コミットしてる状態で取り組んでいる。で、それに対して子どもたちっていうのは、別にバスケットで食べていくわけではないですし、もちろんプロを目指している子であるとコミットしてる子どももいるんですけれども、やっぱりそこのどの時期か、それが小学生なのか高校生なのか中学生なのかっていうのは子どもそれぞれだったりするので、そこの部分でまずコミットをしてるしてないのところで、僕たちが別にプロにならなくても今バスケットを一生懸命やることが後々君のためになるんだよっていう、そこの作業っていうのは間違いなく育成年代ではあるので、そこは難しかったりはしますね。確かに。そうですね、やっぱりこうスクールとかだと週1回しか関われないんで、言ったら、うん、他の週6日はね、他のその自分のチームのコーチが関わってるわけで、やっぱりこういかにモチベーションを上げさせるかみたいなところを結構試行錯誤してましたね、子供の時は。うん、まあ、スクールで言うと、まあ、今の、現行のルールでいくと、クラブチームと中学校とかを掛け持ちできたりとかして、まあ、俗に言うスクールとかアンダー15っていうのは、今日本で言うところ、ほとんど 80% ぐらいが、掛け持ちの選手が多いと思うんですけれども、来年もしくは、その次の年かな、まあ、ごめんなさい、ちょっと、詳しい資料を、今手元にないのであれなんですが、まあ、将来的には、
そのプロクラブが持ってるアンダー15っていうのが、まあ、J リーグのユースのような形になっていて、掛け持ちができなくなる。そして、練習回数も週、4日以上でしたかね、確かレギュレーションが決まっていって、よりこうプロに、行きたい、プロになりたい、バスケットでもっと上に行きたい、まあ、プロになれるかどうかは分からないですけれどもみたいな、組織になっていくと思うんですが、まあ、それ自体は、そういったところっていうのはいい流れだとは思いますか？そうですね、やっぱりもう流れとしてはこう一本化できて、例えばこう飛び級でこう、アンダー15の子が例えばアンダー18の試合に出たり、アンダー18の子がもうすごい子はトップチームに呼ばれて、で週末を過ごしてまた18の試合に戻れるような感じの、やっぱこう行き来がこうできるようになってきたり、やってることがこう一本化されると、すごい育成年代としてはいいかなというふうには思いますね。そうですね、まあ、ちょっと、見て僕の、言葉足らずな部分なんでしたけれども、プロになるのが全てではなくて、僕らトライフープでは普通にバスケットを、楽しんでもらうっていうようなクラスであったり指導方法っていうのも、それは、間違いなく、教えていたり、コーチ陣もそういう理念は持っているので、これからトライフープに興味がありますとか、じゃあ今スクールに通われてますっていう方々も、決してプロを目指してないからダメだとか、プロになれないからダメだとか、そういうことではないから、それは、注意してほしいのが1点ありますね。今言ってた話っていうのは、多分アンダー15の組織自体が、どちらかというと僕と今イサムが見ているトップチームのもう本当直属の下になっていく、でそれとは別にバスケットをじゃあ例えば初心者から始めますとか、プロは目指してないけどバスケットが純粋に好きでもっともっとやる場所が欲しいとかっていう子たちが、今のスクールっていうところになっていくと思います。でその中で上手な子がアンダー15に行ったりとかっていうことは全然あると思いますけれども、決してプロが全てっていうことは僕もそうですし、大森コーチもそうですし、クラブとしてもそういうふうには思ってないです。ただ、まあ、プロ選手がたくさん、岡山から出てくるっていうのは僕たちの目標の一つでもあるので、そこのこうプロ選手になれるような土壌っていうのは作ってあげなきゃいけないなというふうには思っています。はい、質問が来ていますね。トライフープのアンダー15にはどうすれば入れますか？スクールに入らないとダメなんでしょうか？お答えできる範囲で構います。はい、一応原則としてはトライフープスクールに入っていただいて、まあ、基本はもう全員アンダー15のメンバーもそのこうバスケをこう楽しみながら習うっていうこの基本のスクールに所属していて、でそこからこう選抜クラスっていう週2回のちょっとこうレベル、もうちょっとこうレベルアップしたいっていうこのクラスが岡山と倉敷に あって、そここのその子たちがメインで、アンダー15っていうこう、トライアウトって言ってこう、まあ、人数がちょっと多すぎると試合に出るメンバーもこう偏ってしまったりするので、まあ、去年だと12人ぐらいに、まず30人ぐらい受けてくれて12人ぐらいにこう絞って活動するっていう風にやってるので、入っていただくにはまずはスクールに一度入会していただいてっていう形になりますね。はい、今の段階では、そういったルールになっております。はい、今後、その方法っていうのが例えばもう、スクールなしでオープントライアウトで、100人200人の中から選ばれるっていうような制度に変わる可能性もあるので、その点はご了承いただければなというふうに思います。はい、ちなみにですね、岡山県のじゃあアンダー15の話が出たので、アンダー15といえば、まあ、中学校、から下の世代ですね。岡山県のレベルはどういうふうに思っています？岡山県本当中学校が今強くて、前回のジュニアオールスターがベスト4で、その前が優勝してるので、もう本当に中学校年代はすごいレベルは全国的に見ても上がってきているっていう印象ですね。
ちゃま、結構、環境であったりとか指導者っていうのも、アンダー15、の、まあ、結果が出ているのであれば整っていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、じゃあ、ネット上などで、ちょっと我々が質問などを、皆さんにくださいということで投げかけたんですけれども、ちょっと何点か、読んでいきましょうかね。質問に対してじゃあイサムと、僕が2人ともお答えをしていって、まあそれが、違えばそれについて2人で話し合うといった形とかをちょっといろいろ取っていけたらなというふうに思います。はい、はい、ちょっともういきなり激しいやつ、ちょっと待って、ね、激しいやつは後にしよう。激しいやつがあるんですか。オンザコートルールは何がいいと思いますか。ああ、なるほど。うん。なるほど。まあ、これはいろんな観点があると思いますけれども。そうですね。エンターテインメントに重きを置くのか、はいはいはい、もしくは、まあ、日本の競技力っていうところに、重きを置くのか、まあ、もしくは、エンターテインメントに重きを置きつつもその競技力を伸ばすっていうことが可能なのかとか、ちょっとそういったことでバッと意見を言い合ってみましょう。そうですね、やっぱりオンザコートを、まあ、撤廃してもいいんかなっていうのは思いますね。まあ、自分が選手だったら撤廃されたらちょっと困るわって思うんですけど、うん、まあ、そのやっぱりポイントガードとかの外人が結構入ってこれないルールになってるので、うん、やっぱりその外回りのこう外国籍の選手とやっぱり日本人がマッチアップすることで、すごいレベルも、日本人のレベルも上がりますし、やっぱり、ね、トヨタ1年目のあのギャレットとか、うん、明らか花ありますよね、やっぱり。うんうんうん、だからエンターテインメントとしても、やっぱああいう選手が来れば、絶対盛り上がるかなっていうのは、僕は思いますけど、ね、はい。僕も割と、昔 JBL でオンザコート1でプレーしていた時期もありましたし、確かにその時期っていうのは、僕みたいに身長の大きい日本人っていうのは試合に出れる、機会はか、結構たくさんあったんですけれども、どうでしょうかね。一概にやっぱ制限して試合に出続けてたところで、それがこうあんまり形になっていないのであれば、それは競技力の向上っていうところでいくと微妙なのかなというふうには思います。で、まあ皆さんはやっぱり試合でしかお会いすることはないですけれども、まあその裏では僕たちがほぼ毎日のように練習していて、っていうことは逆に言えばチームに外国人だったり、まあ能力の高い選手、身長の高い選手が往々にして外国人の選手は多いですけれども、そういった選手とこう毎日競い合えるっていうのは、その1年目、2年目、もしかしたら、その世代では試合に出ることが難しいかもしれないけど、そういった世代の次の子たちが外国人からポジションを奪い取って試合に出ることが可能になっていくと、どん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 日本がヨーロッパであったりアメリカに近づいていくのかななんていうふうには思いますね。で、あとはその外国人と戦っていく中で、日本人、まあ日本の代表チームはみんな多分おそらく強くなってほしいと願っているとは思うんですけれども、その代表チームが自分たちのカラーを模索するっていうのが多分クラブレベルであったりとかで浸透すると思うんですよね。例えばまあ皆さんヨーロッパのバスケットをご覧になられた方がどれだけいるかちょっとわからないですけれども、やっぱりアメリカ人のバスケットとヨーロッパの方のバスケットっていうのはかなり、違ったテンポだったりとか狙いどころであったりとか重きを置いているところが違ったりとかするので、で今は日本はどちらかというとそのアメリカのいいところを取りましょう、ヨーロッパのいいところを取りましょうって言ったことが多くて、でもいずれかは日本の代表チームってこういうバスケットしてるよね、面白いねっていうところが出てこないと、トップにはやっぱり近づけないと思うんですよ。やっぱり野球とかサッカーとかって日本はもうこういう売りがあるっていうのはすごくはっきりしてると思うので、まあ、そういったところに将来的になっていけばいいなというふうに個人的には思っています。続いての質問いきましょう。
はい。はい、お世話になっております。アンダー15、2期生の選手の父親ですと。ちょっとお名前は読み上げませんけれども、卒業してから息子の目標が定まっていないのが不安ですと。こう、おそらくどういうことでしょうかね。あの高校に、どの高校に行くのか、それとも、まあ、バスケットで進学するのか、それと もうバスケット一辺倒になっちゃって全く勉強してくれないっていう親御さんの悩みの種なのか、ちょっといろんなシチュエーションを、考えていって、話をしてもらいましょう。そうですね、やっぱり興味があること、目標 何についてなのか分かんないですけど、やっぱり、うん、興味があることにこう行くのがいいんじゃないですかね、うん、でも、まあ、親御さんとしては 行ってほしい方向があると思うんで、うまいことをそっちで誘導っておかしいですけど、まあ、しっかりと話し合うことは大事ですよね、きっとね。そうですね、うん、結局やっぱ自分の中のことなんで、うん、なんか僕とかやったらこうやっぱ結構書き出したりするんですよ、その目標というか、そういうのちょっとやってみてもらったら意外とこうクリアになったりするんかなっていうのはあるんで、うんうんうん、結局自分の中のどう思ってるかが大事だと思うんで、それをこううまいこと引き出して導いてあげればいいんかなと思います。こんなにいいとか、ね、はい、まあ、いずれにせよ多分お父さんと息子さんで、たくさんたくさんお話をしていただいて、何が本当に、お子さんにとっていいのかっていうのを、あの必ずしも親が思ってるいいことと子供が、思ってるいいことっていうのは最初の時点では合致してないことがありますけれども、話し合っていくにつれて多分その着地点っていうのは近づいていくのかななんていうふうには思います。あのよくありがちなのが、まあ、子供がやっぱり学生のうちっていうのはこうバスケットが全てっていう風になって、じゃあ勉強をおろそかにしてみたりとか、あとは、自分が学生終わった時にどうするのかとかっていうのをこうあまり考えていなかったりするケースが多かったりするんですけれども、僕がよく子供に言うのは、あの将来のことを考えることであったりとか、あの勉強することっていうことが、意外とやっぱりバスケットにも関わってくるんだよというようなことは結構僕は言わせてもらってます。今日本で行くと、バスケットの強い学校だったりが結構学力も求められることっていうのが結構多くあります。で本当はあの学校に行きたいのにな、でも中学校で全然勉強してこなかったっていうのはすごくもったいないっていうふうに子供に言うと、意外と子供もそれで、あのバスケットの目標があるんだけど、その通過点としてやっぱり勉強はしなければいけないとか、あのっていうのを理解させるとうまく、本人も自分の将来だったり目標について考えてくれるのかななんていうふうに思います。はい、続いての質問いきましょう。はい、はい、これいきましょう。下手なダンクしかできない人とよく契約しましたね。GM の見る目がない。やめたら？来ましたね。来ましたね。そういうやつ。いや、こういうの結構いっぱい届いてますね。なるほど。これは。当該選手が悪いのか、ケンさんなのか。いやいやいや、これはもう、あの、佐藤誠、うん、もう絶対佐藤誠くんのことなんですけども、佐藤誠くんには、こういうコメントが来ないような活躍をしてもらいましょう、ぜひ。いや、そうですね、本当に。うん、でも、注目されてるってことですからね。うん。決して悪いことではないと思います。いや、本当にそうだと思います、うん、やっぱり。なので、あのまあ、イサムもそうですし、僕もやっぱり選手として、かなりの年数をやってきて、あのいいことを言われるばかりではないというのは僕らも理解はしているので、あのでやっぱり結構意外とそういったのが何クソって、まあ、特にイサムとか俺はそういう厚苦しい性格だからあれだけど、あの原動力になったりしますもんね。そうですね、やっぱりまあ
ね、ムッとしますけど、やっぱり、こう、見返してやろうってなりますよね、やっぱり。うん、なんで、佐藤君も、こんな意見が出てこないぐらいの圧倒的な活躍を、していただけたらなというふうに思ってます。はい、はい、他にも結構いろんなきっつい意見が来てますけれど、後ほど読み上げたいと思います。はい、じゃあちょっとふざけた質問いきましょうかね。ポイントガード5人のチーム、センター5人のチーム、どちらが勝つでしょう？なるほど。なるほど、そうきましたか。ポイントガードじゃないですか。ボールが運べない。いや、そうなの。一番はそう思ったんですけどね。どのレベルかにもよりますけど。でもなんかあれだね。イサムはほら、ガードじゃない。はい。で俺はもともとインサイド結構長くやった人間で、はい、僕はインサイドかなってなっちゃうんですよね。ああ、でも、なんか思ったのは、うん。昔、中高生の時って、こう、留学生いたら、プレス絶対突破できるじゃないですか。なんかこう、あれめっちゃ今思い浮かんだ。あの上に投げられて届かないやつね。そうそうそう。確かにそうだったらそうだなと思いながら。どうなんでしょうかね。ボールを運べるか、運べたらセンターの勝ちですね。運べたらもう絶対勝てないですね。ただ、一つ、多分僕らが考慮してないところが今あって、インサイドの子は体力ないことが割と多い。確かにそれは。ということで、ガス欠になったらポイントガードも勝てるんじゃねえかっていう。まあ、運動量で言ったらガードっすよね、圧倒的に。そうだね。はい、ということで、続いての質問いきましょう。ネガティブな選手を立ち直らせるアドバイスはどのようにされていますか？そうですね、やっぱり映像を見せるっていうのが、映像のフィードバックが結構大事かなと思ってて、やっぱりこう、うん、多分その本人思ってる以上に結構いいプレー絶対どこかでしてるんで、そういうちっちゃいところをこうこまめに見せてあげて、まあ、その自分の良さに気づかせてあげるところがやっぱ大事なんかなってすごい思いますね。それは今現在チームでは選手にビデオを見せたりとかっていうことはしていますか？そうですね、今一応アシスタントコーチ陣で、選手を担当決めて、で毎回の練習を、まあ、クリップにまとめて、いいところと、まあ、今日ちょっと意識してほしいところをだいたい練習前にこう見せて、練習に入るようには今しているところですね。はい、ということで、ビデオを見るとやっぱり選手たちも実際にこう、まあ、ビデオは嘘はつかないから感覚値の話じゃなくなるっていう意味では、ほらここはよくできてるでしょ、ほらここは自分では頑張ってたつもりじゃない、つもりかもしれないけど実際ビデオを見るとできてないよねっていうのはすごくダイレクトに入ってくるのでいいのかななんていうふうに思いますね。はい、続いていきましょう。今までのバスケ人生で一番きつかった練習メニューは何ですか？きつかった練習メニュー、なんすかね。でもシンプルに大学めっちゃ山なんですよ。おうおうおうおお、大丈夫。はい、で外周2キロぐらいあるんですけど、それをなんかノルマがあって1ヶ月でなんか自主練で100か50ぐらい走らなきゃいけないみたいなのがあって、うん、それがめっちゃきつかったですね。あ、外周がきつかった。はい、プラスなんか階段が300、400段ぐらいあるんですよ、その走った後に。いや、そもそも大学が山、最寄り駅が大阪教育大前っていう駅があるんですけど、うん、そっから山に登るんですよ。その山の上にあって、はい、エスカレーターがあるんですよ。はい、でも階段、降りは階段なんですよ。それで電車通の人も山登るためだけの原茶とか下に置いてる人もいてよっぽどきついんだね。だよっぽど本当にもうきつくて、その例えば誰か遅刻したとか、うん、なんかちょんぼしたら全員でその階段を走りに行くっていうのがそれがめっちゃきつかったっす。学生あるあるですね。学生あるある。はい、じゃあ続いての質問をいきましょうかね。
テクニカルでゲーム中にコーチが不在になった時の気持ちを教えてください。これは昨年ちょっとありましたけれどもね。そうですね、まあもうでもあの時はまあ、あ、退場なんやって思って。いやでもなんかもう言ったら僕もだいぶムカついてたんで、もうやらんわけにはいかんやろって感じですね。いやいや、それちょっと美味しいと思ってるでしょ。いやいや、もうほんまに、もう絶対この、これで負けたらなんかしょうもないし、うん、やらんわけにはいかんやろっていう感じで。まあ、あの試合はもう負けたくない気持ちは全員が、いや、お客さんもすごかったもんね。すごかったっす。もうあの、外国籍選手の奥さんたちがもうすごかったっす。すごい、もうピーピーしか喋ってなかったもんね。マジで盛り上がってました、マジで。あの JP の奥さんとかもう見て、もう怒りがすごすぎて、私はあの場所にいたらもうなんか人として怒りを抑えられないって言って外に出てきてたからね。試合見ないで。終わった後もうあのコートサイドもうギリギリまで来てウェーイって言ってくれたからね、 TK の奥さんと。はい、といったところですね。ちょっとこれはあのイサムにではないんですけれども、渋谷サンロッカーズの田渡修斗選手から質問いただいております。バレないで何歩まで歩くのがセーフだと思いますかって言いました。でこれあの今 YouTube 見てる方あの分からないかもしれないですけれども、僕、B リーグの試合の時出てる時に結構こっそり歩いてるんです。で今までの最高記録がバレないで13歩歩いたことがあるんですね。これビデオで確認したんですけれども。でなぜか僕はバレないっていうのがあるんで、多分それをいじっての質問だと思うんですけれども、トラベリングはダメです、ルールは守りましょうが正解です。はい。はい、ということで、次ですね、何しましょうかね。想像していなかったようなことが起こった場合、モチベーションを保つ方法などはあるでしょうか。もう想像しなかったこと、そうですね。まあでもやっぱり一回状況を整理して、結局自分がコントロールできることをに集中するっていうのじゃないですかね、やっぱり。うん、うん、そうですね、まあ。そうですね。試合だったらもう審判はどうにもできないけど、まあ、自分たちがやるべきバスケは練習してくれるんで、それを忠実にやり続ける、うん、そうですね、っていう感じですかね、例を挙げると。はい。ということで、続いての質問いきます。現役時代に共にプレーした選手で、コーチしてみたい選手、コーチしたくない選手を教えてください。それは難しいですね。それはしてみたい選手。そうなんですね。でも、それこそさっきね、名前上がってましたけど、やっぱ佐藤誠とか、坂井達也とかはもう若くて、やっぱ自分から見てすごいポテンシャルがあると思ってるので、やっぱそういうポテンシャルを秘めてるけど、まだ化けてないような選手を、やっぱりこう、ぐっとこう、開花させたいという気持ちはありますね。はい。ちょっと現役時代に一緒にプレーした選手とかの名前を出しましょう。誰だろう、有名どこ、あの、そうだな。僕は、あ、まあ、有名どこで行くとちょっとあれなのかもしれないけど、僕は織茂さんをすごくコーチしてみたいです。マジですか。いや、あの人、あの、すごく、いや、もう、まあ、
なんていうんですか、全盛期はやっぱりもうシュートがバリバリ入ってましたし、まあ、あの人の一番上手なところってシュートに行くまでの過程、フリーになるまでの過程だったりするので、あのすごくフォーメーションとかを作るときに、こう彼のスクリーンから出てくるときの幅を持たせてあげるセットじゃないと多分生きないと思うんです。だからもうシンプルに、ピンダウンスクリーンから出てきて、はいもうここでショットっていう決定じゃなくて、もっとこのスクリーンがあってカールしたらこういうことになる、シンプルに出てきたらこういうことになる、フレーになったらこういうことになるっていうのを、こうそれをすごく難しいんだけれども、それを多分インプットしたらすごく忠実に遂行してくれそうだななんていうふうには思ったりはしますね。なるほどなるほど。そう、誰だろう、まあ、一緒にプレーしてすごかったなっていうのはやっぱり、まあ、熊本にいる石川海人とかは、うん、岩手で同じポジションだったんで、もう毎日、うん、マッチアップでめっちゃ大変でしたけどね、やっぱり。うん、一番大変でしたけど。去年も、去年アシスト王でしたっけ、新州的にアシスト王。はい。うん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 。なるほどですね。逆にコーチしたくない選手とかいますか？いや、したくない選手、なんかね、したくない選手、でも、誰ですかね、したくない選手、ちょっと、いますかね。金丸とかコーチしたくないくない？なんか俺は、あの、ほら、彼の、こう、普通の一般的なバスケットのコーチが思う、バッドセレクションとかが、彼の中ではバッドセレクションじゃないわけじゃない。余裕で決めますもんね。そうそう、ちょっともうディフェンダーがこの辺にいようが、いや別にディフェンス見えてないっすみたいな感じでパタパタって決めるじゃない。なんかあれって多分ほら彼の感覚がすごい、こう多分彼をコーチしたことないコーチとかだとすごく離れてるから組み立てるの大変そうだよね、はいはいはい、確かにそれはあるっすね。もう分からんすからねその感覚が。そう、多分1年一緒にずっとやってやっと分かるぐらいなのかななんて思ったりはしますね。そうですね、それはありますね。でも確かに、うん、すごいっすけどねシュートは本当に。いやめちゃくちゃすごいっすね、うん、あとはちょっと宇都とかはあの口が立つんでコーチしたくないですね。まあそういう感じの選手も大変ですよね絶対。でも宇都は違うの、宇都はあのエクスキューションはすごいちゃんとするの。ああなるほど、うん、ただ口が立つから納得いかないことに対して絶対引き下がんないから。そう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 、だからコーチ陣もちゃんと答えを中途半端にじゃなくてもうちゃんと用意してこないと、はいはいはい、なんで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 っていうのを説明できなきゃいけないから。まあでもそれはでも大事ですよねコーチとしては。そうそうそう、プロになるとやっぱりなんでっていうのを説明できるのはすごい大事ですよね、うん、はい、といった感じで、いろいろと質問を、受け付けていきましたけれども、はい、かなり、ネガティブな意見は今日は一つしか言わなかったんですけれども、坂田津くん見てるのであれば、なんで坂田津くんを取ったのっていうコメントが来てるので、あのぜひ見返してあげてください。その他にも今年のメンバーでそのまま行くんだったら B3 のまんまなのは間違いないねなんて言った、嫌味のようなコメントも来てるんで、僕は選手の皆さんの力を信じてるので、ぜひあのシーズンが終わった時に僕が間違ってましたごめんなさいっていうようなコメントが来てるように頑張っていきましょう。はい、ね、大丈夫かな、みんなショック受けてないかな選手。いやまあそんなタイプじゃないでしょ坂田とか。そうだね、あいつは頑張ってくれるよ。まこちゃんちょっと、いやまことも大丈夫、まことでもあいつメンタル強くなったと思わない？まだ半年ぐらいしかうちにいないけど、まあ、そうですね、うん、それはあるっす。だいぶふざけるようになったし出してきてるっすね。ちょっとあいつ猫かぶってたからね多分ね。かぶってましたね完全に。
はい、といったところで、ちょっとまだまだお話は、しようと思えば多分1時間でも2時間でもできるんでしょうけれども、お時間の方が、やってまいりましたので、最後に、大森コーチにですね、まあ来シーズン、もうシーズンは、僕ら練習も始まってますし、天皇杯だったりとか、あとは地域リーグっていうところも戦うっていうことが決まってますけれども、今シーズンのチームを、作る上で、ファンの皆さんにお伝えしたいことがあればぜひお願いします。はい、そうですね、開幕はちょっと1月ということで遅くはなるんですけど、僕たち本当、まあ、昨シーズンこう途中で終わってしまってこう悔しい結果になったので、今シーズンは本当に B3 でこう優勝して、まだこう昇降格の条件も出てませんけど、やっぱり、僕たちがやることはこう目の前の一試合一試合をこう一つずつチームで一丸でこう勝っていくっていうことが大切だと思っているので、去年から同じメンバーが結構残ってますけど、そこにまあ新しいメンバーも普通に入って、で、まあ、スタッフも、少し充実してきてますし、こうトライフープ岡山としてこういいバスケをして、B3 を優勝して、こうでまたこの岡山のこのバスケットボールを、トライフープとしてもこう盛り上げていきたいと思いますので、応援を今シーズンもよろしくお願いします。はい、ということで、大森勇、今シーズンはアシスタントコーチですね、はい、に登場していただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、でこれもう普通に退出していただいて大丈夫です。はい、はい、というところで、大森勇アシスタントコーチに登場していただきました。ちょっとねネガティブな意見とかもね、わざと、選手たちがおそらくこれを見ていると思うので、あと耳に入ると思うのでわざと言わせていただきました。やっぱりプロ選手って批判はつきものだし、そういうのを跳ね返す力っていうのは僕はぜひ身につけてほしいななんていうふうに思いますし、僕は彼らを信じて、獲得しているので、彼らがいい選手だろうと、いい選手、もっともっといい選手になってくれるだろうと、このチームで勝てるだろうというふうに僕は信じてますので、はい、私の信じた、目が間違いなかったっていうことを選手たちが証明してくれたら嬉しいななんていうふうに思っております。はい、またちょっとこんな企画をぜひまた富岡なんかともできたら面白いななんていうふうには思ってますけれども、まあ、タイミングがあればですね。はい、ということで、今日はここまでにいたしましょうかね。皆さんありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。